今日のテーマはこちらです。ボンジョルノ。はい、なぜこんなテンション高い挨拶から言ったかというとですね、実は、前回上げた動画にクレームが来ました。何かというと、前回上げた 75×75 の計算を3秒でできる方法という動画を上げましたね。その動画に対して、こんな声がありました。最後に先生はでは元明日って言いましたけど、それは明日じゃないと見ちゃダメなんですか、もっと見たいんですけど見たらダメなんですか、というクレームですね。あったかどうかはあなた次第。さあ、それに対してですね、考えたわけですよ。確かにまた明日っていうふうに言われたらね、明日じゃないと見たらダメじゃないですか。けどもっと見たい、もっと動画をと思ってる人のために、また明日だとダメだなと思ったわけですよ。そこで考えました。締めの挨拶が必要だなと。締めの挨拶をこうね、最後にこうパシッと終わるような挨拶をバシッと決めなきゃいけないなと思ったわけですよ。実際 YouTuber さんの動画を、見たんですけど、皆さんなんかこうお決まりの定番の挨拶みたいなの持ってますよね。全部が全部見たわけじゃないですけど、やっぱ定番のこの締めの挨拶は大事だなと思ったので、僕もちょっとね、教育系 YouTuber としてバシッと締めの挨拶を決めたいなと思ったわけですよ。さあ、そこでじゃあ 何用にしたかというと、いろいろ考えたわけですよね。考えるにあたって意識したことは2つです。2つ。1つは何かっていうと、他の YouTuber さんと被らないことですよね。石戸は何々の真似をしてるみたいな風に言われるわけじゃないですか。それはダメだなと思って、だからパクリはダメ、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 パクリはダメっていうふうに考えながら、それが一つですね。いろいろ考えたわけですよ。他の YouTuber さんと被らないこと。そして二つ目、なんで二つ目？二つ目。二つ目は、分かりやすいフレーズであることですね。分かりやすいフレーズであること。長ったらしかったらダメですよね。なので、他の YouTuber さんと被らずに、なおかつ分かりやすいフレーズで考えました。そしていいろいろあわわわって考えたわけですけど、考えた結果3つ候補ができたわけですよ。何かというと、1つ目はチャオですね。チャオって言って終わる。チャオってのはイタリア語でさよならっていうやつなんですけど、みんな見てわかるように、チャオってのはちょっと軽いですよね。これって一応教育のテレビですから、ちょっとチャオは軽いな、教育として軽いなと思ったんで、バーツ。2つ目、2つ目はですね、アディオスですよ。かっこよくないですか。これはスペイン語でですね、さようならを意味するやつで、アディオスってめっちゃかっこいいんじゃねと思って、アディオスにしようとしたわけですよ。ところがですね、よくよく調べると、アディオスっていうのは今生の別れとか、しばらく会わない場合に使う別れの言葉っていうのが出てきましたね。マジかと思ってね。だからここでアディオスって言ったら、もうしばらく会うことはないけど、また今度会おうぜっていう意味になってしまうわけですよ。それはね、こう動画を上げ続けてる僕としては悲しすぎる。だからこれもバーツですね。そう。だから3つ目。3つ目何かっていうと、冒頭で言ったボンジョルノですね。ボンジョルノっていうのはイタリア語で、これもね、いろいろ調べたでしょ、頑張ったわけですよ。イタリア語でさよならっていう意味を表すっていう言葉で出てきたんですけど、でよくよく調べたら、なんか
ボンジョルノはおはようとかこんにちはっていう時にも使いますよっていうのが出てきたんですよね。あれどっちなのどっちなのどっちなのと思ったんで、Google で調べました。ボンジョルノ検索、検索じゃない、ボンジョルノ意味で調べました。それ出てきた言葉はダーン、こんにちは、終わったね。ああ終わった、これも、うん、だからバーツ、まあだから一番最初にボンジョルノって答えたんですよね、実はね。そうでね、結局じゃあお前どうすんのという話じゃないですか。でいろいろ考えたんですけど、あのまあちょっと面倒くさいだと、うん、もう知らねえと、うん、まあ、まあ知らねえったら投げやりですけど、まああのいろいろかっこいいフレーズを考えたんですけど、うん、よくは出てこないなってことで、まあ、最終的に See you next time だったら、まあ、一番いいかなと。しかも英語だしね、うん、英語の勉強にもなるよこじつけみたいになってるけど、そうなので、今後この締めの挨拶は See you next time っていう形で、締めの挨拶とさせていただきます。いいでしょうか。はい、まあ、この、今日は特に内容なかったですけど、まあ、これからどんどん上げていくので動画をね、なのでよかったら、高評価またはチャンネル登録をぜひぜひお願いします。またブログや、ツイッターやインスタグラムもやってるので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。